そこも。ヤモシュビルトの曲、ハーツヒーロー。ゆったりイメージをして、弾いてみてくださいね。初見力があるから少し努力すれば練習すれば必ず弾けるの。でも弾きにくい曲と弾きやすい曲があるんです。個人差があるように先生にも得意な分野苦手な分野があるんです。初見力があると実に多彩な曲を表現できることができますが、先生だって苦手意識はあります。あ、この曲少し難しいわ、でもちょっと練習したらできるかなとか、いつも試行錯誤しながら練習も励んでおります。難しいからやってみて、できなかったら別の曲にしてみる。練習曲が難しいからピアノは楽しくなくなる。これではとっても残念なことです。子どもたちはとっても簡単でよく知っているアニソンや童謡、弾いてみたい曲を臨機応変に弾かせてあげることはピアノが長続き苦手意識から克服できる方法です。先生にも苦手意識はあります。この曲は難しいわ。実に転調を繰り返したり、下線の多い曲、臨時記号の多い曲を弾きこなすのは本当にとても大変な作業なんです。一曲一曲丁寧にこなす。これがピアノ上達にもつながります。まず無理をしないで一曲一曲丁寧に弾く習慣を身につけてください。ピアノが苦手なお子様もよく知っている弾いてみたい曲を臨機応変に弾かせてあげることはとっても大切だと思っております。それではだるまさんが転んだ、最初はグーじゃんけんぽん、生まれたぜ赤ちゃん、3歳5歳バイバイ。